こんにちは、チャヤです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。平井咲也くんかながコメントくれました。咲也さんかな、ありがとうございます。壁キックコースやってみてください。クリア率 0% でトゲだらけ。ちはやに世界初クリアしてもらいたいですと。クリアできない人用に救済措置ツールがあります。サムネにもなると思う。ありがとうございます。そこまで考えてくれて。なるほど。救済措置ね。まずそこに気づけるかどうかですけど。うわー。最後のギミック見てこれ。氷ブロックに触れてそのまま真下に降りなきゃいけないんだね。これ結構きつそうだな。壁キックコースだからな。中間ないよな。中間あってくれたらめちゃめちゃ助かるんですけどね。IQ180 なのかな。さあ行きましょう。あー死んだ。これでどうだ。オッケー。パタパタいっぱいいるからさ、こうやって微調整できますな。うわ、やらしいなこれ。そこのこの時やらしすぎだろ。オッケー。はいはい、順調。オッケー。救済措置って何なんだろうな。うやべ、下の情報が見えなさすぎる。うわー、生き残った。危ねえ。上どうなってんの。あ、キノコ取って貫通すんだ。明日の情報確認しよう。了解。やったー、これはやった。上にあるのか。ここ。オッケー。危な。うわー。トゲがね、やらしい作りになってんだよね。うほー、いった。いや、それ無理じゃないこれ。え、嘘だろ。ここの2マスで壁キックするの相当きついぜ。ワンチャン無敵時間利用してご利用せないかなと思うけど、ちょっと苦しいか。これきつそうだな。ここで冷静に先を見る。こうなってこうなって。うわ、きつそう、ここ。いやー、いけたけど、キッズここ、ぶね、ち、死ぬー、生きてる、すごい。ふざけんな、救済措置のせいで多分これ死んだな。くっそ、スターのか、あれ、スター使うのかな、どっちなんだろうな。あ、見っけちゃったからには使おうね、これは。よし、抜けた。うわー。いやー、このスター取ろうとさ、死ぬなー。このさ、このコース、もったいねえよなー。こういう隠しがなかったらめちゃめちゃいいコースだと思うんだけど、多分投稿者用隠しがいくつかあるんだろうな。待って、これスター取らないと無理じゃない？というか、え？ちょっと待ってね、落ち着け？このさ、あ、違うか。そうじゃねえのか。砲台で行こうと思えば行けるんだ。これスター取りに行くと逆に死ぬから、スター取るのやめようかな。でもスター取ったら確実に行けんだよなー。ちょっときついよね。どうしよう。あーねんな、スター取るか。あるものは全部利用しないともったいないか。あぶね。よし。ふー、わ、届かなかったか。あ、結構ギリギリなんだな。よし、ちょっと進んだぞ。全く安定感のないところをちょっと作ってみたんだけど、これやっぱ難しすぎるな。これ多分隠しあるぞ。救済歌ってたから、救済っていう名の多分ね、投稿者用隠しがあるんだよな。いや、でも3日ねえわ、これは。これはきついわ。これ、全然安定しねえもん。地獄だよ、これ、ほんと。どうしよう、これ。これさ、練習だからこうやって気軽にできるけど、本番でやんのきついぞ、これ。練習でもう10回連続くらい成功させないと、自信持っていけないよな、これ。これはきついぜ。壁キックじゃないところで苦戦してんだよね、このコースは。で、この後さ、隠しスター見つけちゃってるからさ、もうなんか信じれないのよ。この気持ちわかるかな？これやってる人、やってないと気づく、わかんないだろうな。この気持ち悔しいな。これ信用できなくなっちゃった、このコースを俺は。はっきり言わせてもらうけどね。これはきついぜ。いや、きついな、これ。えぐいわ。
よしよしよし、ほっ、全然届かねえ。うーわー、マジか。いやでも行ったよ、ゴール前まで。やったー、ゴール見えたー。大砲出てくるのが異様に遅いから、うち夜の空の空間だから、もっと高さ欲しいんで、空中でヒップ耐久的なことやんないとダメだな。あなー、いやこれヒップ耐久きついな。多分あれ無理だ。全然大砲出てなかったもんね、二つ目。これスター取りに行きます。スター取ろう。ほぼ必須だと思う。これスター仕様が最後。あれスター取んないとちょっときついと思う。大砲の出が遅すぎて。赤大砲とかだったらまだ可能性あったんだけど、ちょっと黒だと苦しいかなっていう感じがするので。スター取る方向に、方針転換します。スター取んのむずいぞ、これ。うわ、ダメか。あそこで壁キック耐えなきゃいけないのきっついな。よーし、来たぞ。集中しろ。うわっ、よし、だ、どやー、これで、いける。見てろ、こんにゃろめ、ほんとに。やったー、お疲れさー。イエー、最高だぜ、クリアしたぞ。やったー。いや、このコースよくクリアしたよって思った人は、チャンネル登録お願いします。きつかったー。もし中間とかあったら、あれやりたいな。大砲使ってゴール狙ってみたかったね。ちょっときつかったな。バネ貫通というコースを遊んでいきたいと思います。まあ、パッと見、えってなるんだよね。なるほどと。まあさ、まあ、一回さ、行ってみましょうや。これはゴールできないのはなんとなくわかりますよね。そう、この上に乗っちゃって、クリアできないと。まあって考えると、あの左で消えたでっかいヒールが何かしら影響してくるんだろうなーっていうのはなんとなくわかりますよね。で、現在クリア者いないんだよね。20分の0とかかな。ほとんど遊ばれてないコースではあったんだけど、どうやって貫通するんだろうなー。まあとりあえず、パッと見自分が考えたヒップドロップをぶちかませていきたいと思います。まあ、そうなんだ。クリアできないんだね。あ、乗ることもできなくなっちゃうのか。まあ、ヒップドロップしてもなーって感じするよね。もうさ、このでっかいブーツ使うのは確定なんで、これでできることをいろいろやっていきましょう。まずヒップドロップダメだったと。あ、路線を降りちゃうともう乗ることもできないからなー。どうやって貫通するんだろうね、これね。すごいね、これね。全然わかんない。もうさ、この、ヒールの状態でできることってほぼないよね。じゃあさ、これ、こうやって出るんですよね。ほわんほわんほわんって。これで、でも高さが合わないんだよな。このね、雲みたいなやつ当てると、ちょっと浮き上がるんだよね。あれ？この辺に隠しブロックがあればワンチャンスなんだけど、ないか。うん。あー、50分の0でしたね。なんかヒントねえかなーと思ったんだけどねえかー。これマジでどうすんだろうな。このコースもね、コメントできてて、お願いしますとしか書いてないんだよね。だから全然わかんないんだよな。靴履いてできることはヒップドロップとしゃがむ。ただのジャンプ、横移動、あとはこうやって脱ぐ。脱ぐかなー、ぬ、でも脱いでもなー、特にこうなんか、ないもんなー。どうすんだろうなー。あ、思いついた。一つ思いつきましたわ。これさ、素直にど真ん中にぶち込むんじゃなくてさ、ちょっとこう、なんて言えばいいんだろう。端っこの方でできないかな、こうやって。そうそう、今みたいな。
そうそう、これ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 でなんかご両せねえかな。で、こっちがスペースあるから、うわ、なんかいけそうな雰囲気ない？これ、ちょっとありそうじゃない？今この向きで一回ミスってるんで、今度こっちの向きでぶちかましてみようか。うわ、ダメか。左側から一応トライしたから、今度は右側からトライしてみようか。右側のこの向きで、ほんとギリギリを攻めたいんだよな。うわ、ダメか。そしたら今度はこっちの向きでいこう。こっちヒールが端っこに来るように。うわー、いけたけどダメだったか。多分こういうことだと思うんだけどな。やっぱり左にスペースがあるからそっちだよね。ヒップドロップでなんとかあの隙間にこう入れないかな。こんなことできないかな。いけそうな気配あるけどな。もっと左でいいのか。ヒップドロップでさ、右から左にこう向き変えられないっけこれ。こんな、そう、こんなしてできないかな。途中でこうやって変えんので、めり込めないかな。ドアというかブロックの中に。狙い目はそんな感じ。粉空中で、そう、これ、今のここでやりたいんだけど、できるかな。ダメか。ダメだ、全然わかんねえや。みんな協力してくれ。いやー、どうなんだろうな。考察は、結構できてると思うんだけどな。ちょっとみんなの協力を仰ぎたいと思います。ぜひお願いします。それでは、どこまでマリオチャレンジ難しいやっていきましょう。奇数が減ってる。そうだ。4期くらい失っちゃったんだよな。スピランです。嫌です。正直、気持ちは嫌です。さあ行きましょう。ん？ちげえわ。上に当てるタイプか。ほっ。ふっ。いや、惜しい今の。今なんか、メットすごい動きしたよね。ニュルってなんか、端っこの方ニュルってしたよな。いいじゃん。あれくらいだったら当たってくれりゃいいのにね。意地悪だよね。はい。はい。ここ。オッケー、食らってもいい。あー、それなら被ってきゃよかったね。ちょっとミスったかもな。いや、持ってくんかい。作戦変更。これを、あ、しまった。かぶろうと思ったのに。ほっ。オッケー。あ、じゃあこれかぶっちゃダメじゃん。もう。これかぶって、これで完璧じゃない？これでどう？オッケー。早く。時間ねえぞ。で、これ蹴っ飛ばして、ジャンプして、もう食らっていいよ。時間ない。はい。はい。はい。ふっ。ふっ。うわ、全然時間な。マジか。よし。はい。で、これ乗ってこう。オッケー。はい、はい、はい。で、投げて。オッケー！うわー、15期くらい失ったんじゃないですか、これ。やっちまったね、俺は。えぇい！ウォールジャンピング。条件戦だ。あ、それ欲しいな。オッケー、これ取れたらでかいぞ。これでだいぶやりたい放題じゃない？オッケー。お、しかもなんかスリーアップさ。上になんかあったんだな。いいぞ。ここでノーミススリーアップ。-12これで。石敵ぬ。もう、難しそうだな、やだな。名前がさ、適当なやつ大体難しいんだよね。うわ、ドッスンいるし。これダメだね。下から行くと、敵の餌食だから。なんかあるな、ドカン。
時間はベストタイム1分8か。よし、このであれだね、クッパ倒したいんだけど、その前に先に、あ、いや、行っちゃう行っちゃう、行けるときに行っちゃおう。これは行っちゃいましょう。ほっ、クッパ倒せるんだったら先にどんどん倒すほうがいい。すごいな、このさ、よくよくついてきてくれたな。オッケー、倒せる、クッパ倒せます。ほい、大丈夫かな。さあさあ切れていく。スネークブロックに裏切られたら終了なんすよね。オッケー、オッケー、オッケー。これはもう当たんないな。こっから当たり始めますね、かわさないと。おお、すごい斜めから後ろからいろんな角度で攻めてきたな。スネークブロック投げー。まあ、とりあえずキノコ状態だから OK、 かわして一回も当たらないようにしたいね。このあと何が起きるか分かんないからね。怖すぎ。急にスネークブロック下に下がるのやめてほしい。あった、ゴールだ、やったね。ノーミスでけー。よし、一気に6機増えたぞ。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。